清朝は女真族による征服王朝であったので、肝心知識人の懐柔の必要から、後期辞典、古今図書集税、四庫全書など大規模な編纂事業を起こしました。その一方で文字の獄や禁書による思想統制も厳しく行われました。儒学でも朱子学や陽明学のような反神運動に結びつく危険のあるものは敬遠され、実証主義的方法で敬称を研究して儒教の本来の思想を見出そうとする考証学が盛んになりました。明末から清初にかけての考証学者顧炎武は日知録を書きました。庶民文学も明代に引き続いて盛んで、小説では良妻詩のような怪異小説だけではなく、心理描写に巧みな写実的小説も生まれます。清代にもキリスト教の宣教師が来航し、歴法、天文学、数学、法術などを伝えました。これら宣教師の影響もあって、中国絵画にはヨーロッパ風の遠近法や明暗法が取り入れられます。カステリオーネは中国に西洋画法を紹介し、延命園の設計にも参画していますね。